なにね、無理やりなアーカイブじゃないから。アーカイブ的には無理やりじゃないの。ドムクリスタルも意外とね、逃げれんの。かつね、投げてね、どっか行けばね、キラーもね、ここを誤る。行動を見てわかる、この論外マジで驚くで。論外真っ先に発電機回しに行くのマジで驚くで。エースビスコンティはなんでかって言うともう自己中だから、こんなことしてられないって考えるのがまともな心境。あれいつだったわ。ただに本当になってんのかすらわかんない。この現実はマジでもう信じられないもん。エースビス、あ、違うね。あ、すごいすごい。違う違う、無理だって言った。ここ使って逃げるとか隠しないと、これ使わないから。使わ、無理だって。今みたいな出来じゃないと無理だって。でも、ゲームしたくねえから次。なんでしょうか、なんじゃない。ていうかもう次のゲーム行っていい。この3台だとしても、もうエースに行ってダメだから。だからまず。だから、誰がやりてんだよ、こんなお店。で、ガム使ってんのこれ。ちょっとねえな。うん。手からいる。捕まったらやめるから、来ないでね。やりたくないの。ガムも使えない。ガムでしょ。ここ使ったら。やってるでしょ、ずっと手口は。で、一人だけ、一人だけ脳天気なやつがいるから。誰が戦いてんだよ、透明キャンプやって、キャントンやってるやつよ。誰が戦いてんだよ、こんなのよ。で、一人救助に入らねえやつがいるから。悪いけど、もう俺はちょっと、やりたくねえな。うん、いいんじゃねえよ、面白くもねえよ、こんなやつよ。思ってんよ。ってんじゃない、まずよ。ってんじゃない、こんなやつよ。誰が面白いんだよ、こんなやつとゲームしてよ。
誰が面白えんだよ、こんなつまんねえのとゲームしてよ。すぐ捕まってるやついるけど、どこだよ。なんて言ってるんだ。何が面白えんだよ、こんなやつらとゲームして。誰が面白えんだよ、こんなやつらと。誰が面白えんだよ。ダメなやつって空気読まねえだろ。面白くもなんともねえから終わりてえと思ってるとさ、やらされんの。もうやらされんの。意図せずにハッチになるの勘弁してほしいんだけど、もう。ないと思うよ。だから発電機の維持次第、あとドームチェーンできるやつ見ればっていうことになって、だから時間の無駄になると思うよ多分。エズビスコーディのために一応使わなかった。これで勝ち。よし。だから俺レイスが苦手じゃないの。得意でもないけど、俺全キラーで苦手がないの。あのパンチしかな、他人ができねえからめんどくせえのさ。早く抜けてくんねえかな、もうよ。まあそこならキープしてもいいけど、ノーマンあるから無理しないでくんね。もういいから早く行って。もう、よし、一緒買って。もうこれで確定だからね。はぁ、あ、チームプレイ。ヒロちゃんってさ、物言いから誤解されるけど、プレイスタイルがね、まあ、代名詞、女性が惚れるプレイヤーなんだよ。女性が惚れるって何なのかって、自己意識。チームプレイなんだよ。分かってる、分かったんだよ。
他の2人でノーマンまで警戒の上だから間に合わないからもういいんだ。でもそれでいいんだね、勝手にやって。そうすればジョナバスケットがそもそも逃げられないって意味がないから間に合わない。勝ったからもうそれでいいんだよ。突然が惚れるプレイヤーっていうのは自己犠牲。なんで虚無に入ったかっていうと、あ、やばい。虚無に入ったかっていうと、防犯警戒も込みで、二人のために、二人のがゲートワーを完全に開けてもらうためのパスワードだ。発電機の位置は分かったんだけど、あとは時間稼いで、ポイントはだから、虚無はだからその二人が開けてるゲートのところから出てこない限りは、二人はもう確実に脱げれるから、ゲートから。まあ、いいところまで上げられるからね。で、なんか知んねえけど俺の方に来たからラッキーだった。二人の方に来た方がめんどくさかったけど、まあ、あれでいい、いいんだよ。時としてはいいんだよ。二人のところに行って寸前に狙う、あ、ついてから狙われるかもしんないから俺はゲート上げとくとか、交番対策も込みで早めに動いとく。狙われたんで時間稼ぎ、うん、時間稼いでなるべく透明、もうあの発電機のもうしょうがない、あそこのゲートバス、ゲートはしょうがないとして、もう一個のゲートから逃げてもらうしかないから、で時間稼ぐっていう。で、虚無の方が時間稼げる可能性もあるから、キラーは意図的に決めるねだろ、多分ワープにして。だからっていうこと。まあ、勝てましたね。勝って。疲れるわ。強いよね。飛び性なんで最後の動きは全部。わざと言ってんだよ。キラーを困らせるためと、2人がゲートを開けられるため、開けたじゃん、2人とも。そのために言ってんだよ。チームプレイなんで、別にレースと俺戦えないわけじゃないの。戦ってもつまんない結果になることが多いからって。あ、はい。まあ、疲れたは強制的にやらされてるけど。あの、